あんたの場合何よ、何も頑張らんと来て、ほんまにもうみんなのおかげやで、今まで来たのは。それに調子に乗ったらダメなんよ。今もうあんたどん底になってしまってんねん。あんた芸人向きじゃないんじゃないの、ひょっとして。俳優とか旅に行く番組とかあるやんか、一人でいろんな人と出会ってそういうのたーっとした番組がいいと思う。のたのた、いじられたら絶対あかんやろ。笑われるのは構わないけど、いじられるのは嫌。プライドが高いから、昔モテたとかな、チヤホヤされたやんか、かっこいいって言われて、背が高くてお母さんも思ったぐらいやもん。そやけどそんなのな、今違うで。あんたは笑われてなんぼやねん。かっこいいとかいらんねん。何がいるねん、お笑いの中でくっさい人の方が今笑われて面白いってなってるやんな。ポコポコ、この子たちのためにも頑張らんかいな。あんた子供なんやろ。その子たちをあんたにかなかわいそうな思いさせたあかんわな。よう頑張ってくれてるからさ、もうあんたよかったな、ある意味。女の人がおるとか言われてどさくさでバレてよかったね。もうあんたこの子逃したらあんた一生ダメよ。あわ人生、惨めな人生送らなあかんで。お客さんぐらいのもんや、うちは。あんた感謝の心が足らんよ、おかげさま。そうやろ。はい、一人では生きていけないんだから、みんなのおかげ、支持されたおかげで今があるんやっていうことを絶対のんとうに置いとかなあかんで。私もな、マンネリ化になったらあかんか、初心に戻らなあかん。あの時のれんくぐって入ってきたお客さん、うわいらっしゃいませってもうドキドキしながら言ったあの瞬間、今でも忘れてませんから。実践でやってますから、常に意識しないとダメやねん。分かった？はい。何してんの？え？それ何してんの？明日のお客さんの豆もやしのひげ取りやっておりますよ。豆もやしはこんなに手間暇をかけてこういうふうにね、ひげを取るの。手作業な。これ手作業よ、全部こなして。ほら。あったらどうな？いやー、見た目がブサイクやん。見た目？味じゃなく。味は変わらんよ。みんな取ってる？撮ってない。だからね、これをやってる姿をお客さんが見た時、へえ、豆もやしにこんな手間暇かけてんやったらもっと感謝しながら食べるわって言うとはる。見た目のために。いやいや、そうよ。だから豆もやしよく売れるんですよ。これ YouTube 流すの？流す、うん、いいんじゃない。今日いろいろ誰か見てくれはったら、ああ、こんな風に豆もやし、いや、予想はしてないとこもあるよ。でも私は豆もやし一盛り380円なのにこんなに手間暇がかかってるんですよっていうところを。いやいや、豆もやしのとこだけじゃないで。うん、いや、それ面白いの？こんな、まあ言うたら庶民的なね、ものでも一生懸命努力したら美味しいもんに変わるっていうことよ。今後の生き方をもうちょっとね、考えながら生きていってほしいわけ。分かってる？はい。二度と会ってはいけませんよ。今度もういるときはもうあんたと縁切るからね。こうしてな、あんたはな、今までもな、豆もやしじーっと向きながらあんたのことばっかり考えて、そら病気になるでと思うぐらい私は落ち込んでたよ。なんでお母さんいちいちあんたに言わへんけどさ、強がりばっかり言うてるけど現実には全然強くないお母さんよ。せやけど親ってバカやな。バカ息子でも心配やし、親ってほんまに死ぬまで苦労なんやなって、子供のことが気になるんやなっていうことを覚えといて、心配かけんといて。私を長生きしさせてかったら、あと10年は絶対行きたいしな。10年言うても長いで。人っていつ終わりが来るか分かれへんからええんやな。頑張れんねんなと思うわ。終わりが分かっとったら頑張られへんわ。まあ少なくともお母さんより長生きしてください。
はい、それが親孝行なんよ。子供がな、いつも笑顔でおるっていうことが私の親孝行につながるんよ。これはお尻を前に出したらダメなんですよ。ここはこのままお尻を出すってことで、これそのためで、これこう足ハの字、逆ハの字、そうそう、それそれ。ほんで膝小僧はこうじゃない、こう、いい、はい、ほんでお尻を突き出します、せーの、お、口、口、同じやるんなら顔の体操もしてよ。同じやるしんどい思いするんやったら顔も1、2とかいて動かすの。2、3、4、5言うて、わかった？せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、お腹へこまして、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20、50、せーの、あと30やで、1、2、3、4、5。これ毎日やって、日に2回、朝やる、夜寝る前やる。そんなに、これ中で見た、自分で考えた。